皆さんこんにちは、モーニンググローリーのテリーです。今回はですね、またとある車庫にね、ロータスっていう車、イギリスの車なんですけど、それをちょっと見つけたんで、ちょっと見学させてもらいました。ロータスでも種類がいろいろあって、ロータスのエキシージっていう車なんですけど、なんか兵庫県の中でたった1台しかないらしくて、まあ色がね、シルバーのロータスはそれしかないらしいんですけど、非常にかっこいい車なんで、見るだけでも楽しかったです。ご覧ください。お、来ました。これがロータス、ごめんなさい、エキシージ。これなんか神戸に1台しかないらしい。色がね、ロータスはいっぱいあるっていう。これ何を伝えりゃいいんだろうな。スタイリングはめっちゃかっこいいけど、ここにこう、これが何？給油口。今時こう、なんちゅうの、これ挟まなあかんねんな。すげえよな、めっちゃ背低いもんな。屋根上から取れるやんな。屋根が上から取れます。すげえな。あ、入った。こんなんやん。これやべえな。この蓋どうしたらいいの、この蓋。これ。どこ？スタンドのところ。スタンド置いとかない。忘れたらやばい。やばいっす。プリミア。あ、ほんまや。無縁プレミアとか言ったら。こういう車を撮るときにかけて俺カメラ持ってきてへんね、いつも。音が悪いんだよ、これ。おお。タイヤは前が分からへん。16インチの、あ、195や。1950の16インチ。これ横浜タイヤ、もともとのやつなんですか？これは変えました。後から変えたんですか？街乗りタイヤ。へえ。ついに街乗りタイヤに変えてしまった。はい、こっちが、後ろが17インチ。あ、これ書いてあるわ。225の、あ、45の17インチ。やっぱ後ろと前が違うのがかっこいいですね。こっちばっかり撮って、向こう側も撮ろう。これはロータスエキシジ S の横に置いてあるのがドラムセット。ドラムセット、なんでドラムセット置いてあるんだよ。種類です。弾かないでしょ。最近やってないです。渋。この羽が、これが FRP。 全部 FRP か。あ、そうか、全部 FRP なんや、これ。あ、注意ね。これを開けると、おお、開いた。グラグラ感がなんだっけ、ロータスクオリティ。ロータスクオリティ、すごいな。トランクほんまちょっとしかないもんな。こんだけだけで、エンジンはロータスって書いてあるけど、実際はトヨタのエンジンですね。 1.8 リッターターボ。これが速いんだよ。1トンないもん。1トンないもんね、車が。1トンないっすね。1トンないもんね。それで300馬力。いや、今250馬力ぐらい。250馬力、はい、ちょっとだけ、ちょっとだけ改造して、俺が締めるとなんかやばいな。おお、これが揺れるっていう。あ、まあダメですよ。横からすると歪むから、ね、今日は大丈夫です。で、このドアの開けるところがどこについてるかわからない。あ、その真ん中の鍵穴のところを押し、これを押す、押しながら行くでしょ。あ、いた、こんな感じ。ベタベタやな。あ、ちょっと汚いし。すごいよね、これ。でもアルミやもんね、ここはね。全部のアルミ。アルミの。ハンドル取れるんですよね。いいね。あ、取れる。オプションで。おお、なくなった。これで運転したらええで、こっちは。まあ、たまに車駐車場置くときに、このハンドルだけ持ってきはるんですよ、この人。ハンドル高いぞ。これが、これもそうな、6速 MT アルミの削り出し。これは自分で作ったんでしょ。いや、それはノーマルです。あ、これノーマルなんですか。カマじゃないんやね。で、これ後ろが当然ミッドシップなんで、こんな感じ。で、昔これ助手席乗せてもらった時に、この幅がでかすぎてズボンが破けましたよ。ここ
よいしょ。でこれちょっと今エンジンもかからへんね。バッテリー上がっちゃって。バッテリー上がってます。まあ、ほぼほぼ最近は多分乗ってないんでしょうね。こんな感じ。前から見たらこんな感じ。で後ろから見るとちょっと横から見にくいけどな。ここから見ると全体像はこんな感じ。かっこいいのはかっこいいよね。うん、後ろ。うん、後ろ姿、後ろもかっこいいよ絶対的に。小学生はフェラーリ。フェラーリこれがよくわからんないな。これがエアインテーク、後ろのインタークーラーに風が、あーここから風が入って、ね、後ろにこうインタークーラーが入ってるんでここまで風を送ってるっていう感じなんでしょうね。で最終的にこの屋根が外れる。多分めんどくさいから外してくれないと思います。奥さびにほんま腰ぐらいこんな低いよね。はい、なんか言ってくださいよ。いやちょっと恥ずかしいっすよ。初めてなんで恥ずかしいっすよ。YouTube やればいいのに。まあでもこんだけちっちゃいからちょっと乗ってみると、乗るときに気ぃつけないと、あ、や破れますよ。ちょっと見てもらえます。はい、まずこれを外してこの状態で乗るときにこの辺も触っちゃダメです。そうですね、バキッといきますね。はい、だからこうやってちゃんとお尻が破けないように、よいしょ、ほんでこうやっていた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 、でこいつをガチッと、ガチッと、あ、はい、ピンを引っ張らんとダメなんで、ピンを引っ張らんと、両方引っ張りながら、これね、あ、そうですそうです、こいつをこう引っ張りながら、はい、見えますか、あ、やってます、引っ張りながら、引っ張りながらガチャコン、あ、そうです、OK です。こんな状態でポジションはもうこんな感じ。はい、そんな感じですね。あんまり動かないですね。もうね、ケツがやばいっす。ケツがもうこれ抜けないっす。痛すぎすごいよな。こんな太ってしもたのに大丈夫これ。いや、大丈夫です。まだ大丈夫です。これが大体18年ちゃうわ。これは14年前ですね。14年落ち。はい、14年落ちです。14年落ち。また最近値段が100万上がったらしいです。そうですね、ここ最近ですけどね。もうこのまま多分20年ぐらいこれ置いたんやろうな。ありますあります。一応まあエンジンかかって。動きますからね。そうです、たまたま今バッテリー上がってるだけで、ね、ちょっと内装見てもらっていいですか。はい、内装汚いですよ。内装が汚いって言ってますけど、そんなに汚いと思うけどね。まあ豪華な装飾品って感じじゃないけど、まあ、ほんまに走るためだけのものがついてて、これはこれでかっこいいですよね。ただまあこういうところにスピーカーちゃんと一応こういうのがついてるから、で後ろが見えないんでこれ後ろモニターカメラがないともうね何にも見えない。こんなんなの後ろから誰来たら煽られてもわからないです。ということでした。出方ですよね。はい、出方はとりあえずこれは外すんやったっけ。まあ、外した方がいいですね。でかい人は外す、まあ、隣に、はい、大事に買わせなん、はい、で右足からですね。これ注意が右足から、はい、ここから右足を出して、で左足も頑張って出して、あ、こっち左足も出すの、そうです、こっち向きながら出して、はい、で頭をこう持っちゃダメでしょ。まあちょっと鏡ながら頭を出して、この辺は大丈夫、あ、ね、大丈夫ですね、その辺は、はい、これは大丈夫、あ、後ろ車輪のか、あ、そうです、もうそれで、でよくこう一緒ですね。あ、しんど、はい。そんな感じです。もうでもまあ綺麗じゃないですか。綺麗にしてる。綺麗にしてる。あ、これか、これ何？ワイパーこれカーボン？あ、それは後付けの。これカーボン？うん、カーボン柄です。あ、カーボン柄か。もしかしてカーボン柄と。これ見たい人はどこ見たんやろうな。外装しか。エキシジ S。ハイパワー編。これちょっとパワーがあるやつなんですか。スーパーチャージャースペースなんですか。はい、これだから FRP やから
こういうとこなんか水止めみたいなのがなってるんですね、これ。あ、そうですね、はい、全部なんか全部 F だったんです、はい、ちょっと音を聞かせてくださいよ、俺が叩くとやばいでしょ。あ、なるほど、はい、これだから K4 でも前からぶつかりそうになったら結構ビビってるっていうやつでしょ。そうです、こうするとこうカウル効果ボディ効果ですね。ボディ効果ですよね、修理が板金効かないですもんね。金じゃないですかね。結構どこ行くのもなんかここが当たりそうになるんですよね。あの頑張ってあのやってます。意外と大丈夫ですけどね。でもなんかホテルで当てたら言ってましたね。 あれはそうですね、ナンバープレートが取れました。ナンバープレート取れた。大きさがでもちっちゃいよね。そうですね、手軽で、ということで、ロータス X シルバー、見せてもらいましたけど、たまたまちょっと今回バッテリー上がってるんですが、普段はガンガン元気よく走ってる、現役で走ってます。十何年落ちですけど、かなり速い車なんで、今でも負けないですよね。負けないです。多分峠塔とか行くと多分負けないと思います。車の、まあ、腕は知らんけどね。腕は分からんけど、まあ、車の性能自体はかなりのもんです。かなり軽いんで、1トンもないからね。1トンないところに220、250馬力、かなり速いと思います。ということで、とあるガレージからお送りしましたロータスエキシジ、以上です。それじゃ皆さん、またここや、赤なった。